茶髪とは茶色に染めたあるいは脱色した髪色を表現する後、同時に眉毛も染めたりマスカラを用いる場合もある。若い女性の茶髪人の身体的な装飾の一つとして髪の毛を自分の自然状態の色ではない色に染めるという慣習や文化は古来より多くの社会や文化圏に存在した。日本人の場合、大部分の人は遺伝形質的には 髪の色は漆黒であり、褐色や茶色を帯びている人は、著しい少数の割合なので、華麗による白髪を黒髪に染める慣習や文化は、古来より存在し、白人と交易するようになって、以後、白人への憧れ、劣等感も、相まって、東北アジア人にはない茶髪や金髪に染めるという、慣習や文化が広まった。茶髪という言葉自体は1994年頃から、 使われ出した。日本においては、ジャッパツの若者イコール不良というイメージを持たれていたが、1990年代、中頃に、歌手のアムロナミエに憧れファッションを模倣する、アムラーが登場した頃から一般的になり始めたと、される。また、当時ブームとなったサッカーの J リーグでも、髪の色で個性をアピールする選手が増えた。 茶髪が好まれる理由としては、黒髪よりも軽く明るく見える、おしゃれ、赤抜けて見える、日焼けした肌に合う、周りと違いを出せる、ファッションの選択肢が増えるなどがある。ただし、口述のように学校や職場の規定で禁止されている場合もあり、茶髪よりもトーンを落としながら、黒髪よりも軽く見せる、暗髪が流行ったりしている。脇坂クリニック大阪と AAC クリニック銀座は、 2017年に東京と大阪の1600人を対象にして東京大阪の髪に関する意識調査を実施した。その結果、次の表のように男性において黒髪に半数に迫るほど支持が集まり、女性においては暗い茶髪に半数以上の支持が集まった。また明るい茶髪に関しては男女共に支持は10%台にとどまっている。先発に対する批判として、 体の健康という観点からの批判と、人としてなすべきマナーやモラルという観点からの批判がある。身体的な健康という観点からの批判としては、毛髪や毛根や皮膚を損傷させ、癌の原因になるという見解がある。日本におけるマナーやモラルという観点からの批判としては、大部分の日本人は髪色が黒なので、自然状態のままであるべき白人を真似て、 茶髪や金髪に人工的に染めることは学生としても社会人としても不適切であるというもの。それ以外にも主観によるが他人に不快感を与える、不真面目と思われるなどの考えによる。日本では多くの幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、高等専門学校が高速で茶髪や金髪などの先髪を禁止している。 校則において、茶髪や金髪などの洗髪を禁止するか容認、または不問にするかは、学校による際があり、服装や、頭髪や、その他の身だしなみに対する規制が厳しい学校では、禁止しているが、規制が緩い学校では容認、または不問にしている。髪の色が、先天的に漆黒ではなく、茶色や、褐色の生徒に対しても黒く染めることを強要する、場合があり、 2005年には生まれつき髪が赤ちゃけている生徒に教員から黒髪を繰り返し教養、黒いスプレーを髪にかけられるなど退学を迫らせたとして学校を提訴する事件も起きている。日本全国の小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、高等専門学校のうちどの程度の割合の学校が禁止しているかは、 政府による調査や統計が存在しないので不明である。逆に教員が明るい色の紙にしている例もある。日本では多くの政府や自治体の行政機関や法人、民間企業や法人が就業規則や含む規定において茶髪や金髪などの選髪を禁止している。就業規則や含む規定において茶髪や金髪などの選髪を禁止するか容認。 または不問にするかは、業界や企業や業務部門や職種による際があり、服装や、頭髪や、その他の身だしなみに対する規制が厳しい業界、機関、企業、法人、業務部門、職種では禁止しているが、規制が緩い業界、機関、企業、法人、業務部門、職種では容認、または不問にしている。日本全国の政府や自治体の機関や法人、 民間の企業や法人のうち、どの程度の割合の業界、機関、企業、法人、業務部門、職種が禁止しているかは、政府による調査や統計が存在しないので不明である。アパレルショップでは店長に着髪に染めることを強要され、拒否したスタッフが解雇された例がある。一般的傾向として、銀行、証券、保険、商社、ホテル、旅館、百貨店、鉄道、 航空は服装や頭髪やその他の身だしなみに対する規制が厳しい業界と認識されている。2004年日本ヘアカラー協会がヘアカラーの明るさの基準となるジャカレベルスケールを開発。当初は美容師の勉強用ツールという目的だったが多くの企業がジャカレベルスケールを採用し規則のボーダーライン判断にも用いるようになった。ありがとうございます。